ここって言ったよね、鉄砲のね。どういうこと？釣るんだよな、やっぱ。よし。すげえとこにいんな、これ。前いたね、これ。捕まえられなかったね、こんな動きしてるから。60って意味わかんない。全部60だからね。あ、リザードまずいじゃん。頑張れ、捕まえろ、お願い。よし。じゃあ次またね、ナビされた場所行きましょう。口から吹き出す水流は 100m 先で動く獲物にだって命中する。よし。もうちょっとでね、400までだからね。とりあえずはね。あ、いた。あ。もうまた面白いとこにね、コータスは、なんか歩いてんの見たことあるけど、クイタラン。あれってどこ？あんな場所あんの？はい、チェリーに進化した。ネガフォルム。つぼみの間はおとなしく、ほぼ動かない。日の光が出るのをじっと待っている。あ、このそうだね。日本晴れ。こんなん使うと花咲くんじゃなかったっけ？これね。なんだかんだ探してるうちにゴチムが進化しましたね。これの、さらに進化したのを2体捕まえてね、子供作って、まあね、ゴチムからゴチミルになったと。これも初なんで。星が輝く夜に眠った子供たちを連れ去ると言われ、制裁の魔女とも呼ばれる。さて、もういいかな。今、木箱作ったんだけどね。よし。じゃあもう一回来るとして、ちょっと強いポケモン連れてきた方がいいわ。大体もうね、今持ってるもの進化したんですよ、実は。はい、もらったトゲピーね、進化します。これでトゲピー枠に違うのを置けるね。まあ、コータス出てこないんだけど違う方先の方がいいかな。トゲチックですけど、心優しい人の前に幸せをもたらすため姿を現すはやられている。妖精の風、まあこれもそうなんですけど、これで、はい、図鑑埋めまた着々ですね。一回も会ったことないのできるからね、これでまたね。これあったっけ？あ、あったかも、どっかで誰か持ってたかもしれない。突撃っす。あ、戦った数1だね。多分どっかで戦ってんだね。フェアリーだから、まあ、5番目あたりにいたかもね。争い事や揉め事が起こる場所には姿を見せない。近頃はほとんど見かけない。なんだ？エアスラッシュ。あ、いいね。エアスラッシュは、よし。あとはね、あ、普通にいますわ、これ食いたな。あ、それでね、あのバルキーがエビワラに進化しましたね。あの防御力高いやつか。どっちも一緒だとね、あれが生まれるんだ、カポエラ。ああ、一撃だ。
ちゃんと出る場所決まってんのかね、よくよく思えば。尻尾の穴から空気を取り込み炎を燃やす。穴を塞がれると具合が悪くなる具合悪くなるって。手持ちに入れとくか。まあ いろんなポケモン集めてますんで、捕まえたのでも捕まえてますんでね、自分ね。あとはまさかまさかの同じ場所にいましたクイタラント。倒しちゃったら嫌だからね、やっと出てきたから。よし、甲羅の中で石炭を燃やしエネルギーにしている。ピンチの時は黒いスを吐き出す。よっしゃ、さて次どこだ。え、マシェード、ヤバチャ、イエスさん、イエスさん、これどこ？森にいんのかこれ。あのカップって進化するよね多分ね。手持ちに加えとくか、とりあえず。さてルビナスメイズの、ルビナスメイズの森にいるんですけど、ここだよね出てくるの。多分こんなんだと思うけど。はい、出てきた一発目。はい、ヤバチャ。これが多分割れたポットで進化するんだよね。OK。すごいなこれ、高さ1センチ、1センチじゃないや、1センチか、え、 0.1 メートルだから10センチだ。重さ 0.2、 残され冷え切った紅茶に寂しがり花の魂が宿り、ポケモンになったと言われている。まあ、加えといて進化させるか。多分これ1個のハードに1個しかないんかな。ポットですこれも出てきたもんね、なんか思ってたよねどっかの人。アンティークのポットに住み着く。ほとんどが贋作だが、ごく稀に新作が見つかることも。なるほど。お茶会。なんだお茶会って。お茶会開いて、バニーのポケモンがそれぞれ持っている木の実を食べる。ようわからんな、ほんとにね。あ、出た。マシェード。顔こんなんだったっけ？これちっちゃいのいたよね、確かね。メス。点滅する奉仕の光で獲物をおびき寄せて眠らせる。指先から精気を吸い取る。あとイエスさんだね。いた、イエスさんすぐ出てきた。あとまたどこに行くんだろうね。
頭の角で相手の気持ちを感じ取る。オスは従者のように主のそばで世話を焼く。オスはってことはメスいいんだよな。あ、モルペコこんなとこにいんだ。347番道路の左側。普通にこれモルペコですよね。今発生しましたね、ポコンと。これを連れて行きたい。まあ、進化しないだろうけどね。あれ、マリーが持ってある。どこにいるんだろうなと思って、くれんのかなと思ったけど、普通にいるね、野生に。オッケー。で、次は？カブルモとかここにいましたね。カブトムシみたいな。一番下に行くけど。アーマーガー、パチルド、コータス帰った。二面ポケモン。いつもお腹を空かせている。ポケットのような袋に入れた種を食べて電気を作る。電気と悪なんだ。次どこ？お、トゲデマル。8番にいるね。で、この8番にトゲデマルがいるのね。それ捕まえて、まあ結構いい時間だと思うけどね。全然回ってねえわ。普通にいるし。これは進化しなかったと思うけどね。背中の長い毛で雷や電気ポケモンの電撃を受けて電気袋に充電する。ほい。あと300超えてるね。あと、バチンウニ。こんなの、どこ？キルクスタウンの下？出ましたね、バチンウニ。普通にびっくりマークで出てきます、これもね。とりあえずコンプは目指してるので。お、ドラ、あ、これこんなとこにいんだ、ドラ飯屋って。え、どこあれ？はい、ということで今回これで終わりたいと思います。じゃあ次回ね、ポケモン探しに行きましょう。